はい、皆さんどうもゆるふわと申します。いつもご覧いただいている方ありがとうございます。はじめましての方はよろしくお願いいたします。ということでね、本日の動画なんですけれども、以前ですね、このちょうど今梅の前に映している水槽で熱帯魚のチェリーシュリンプのね、赤ちゃんが生まれて順調に育ってるから、まあそれ用に水槽を作っちゃおうということでね、その水槽の紹介をさせていただいたと思うんですけれども、ちょっと実際にセッティングをしていきたいと思います。で、使用するのはね、こちらの、ちょっとね、商品名忘れちゃったんですけれども、コトブキから出てるボトムフィルターだったかな、なんかそれの底面フィルターを使ってやっていきますね。こちらパイプなんですけど、純正のものとはちょっと違うものを使ってます。見えるかな。で、このパイプね、中のこのパイプだけちょっと僕の方で用意して変えちゃったんですけど、まあそれの理由っていうのが、ここにね、こう設置するんですけど、こう溝が掘ってあるので、ここに差し込んでクリッと回す、回らない、回った、よし。で、パイプの向きをでちょっとね短くしてあるんですよ。っていうのも、このまんまね、ここに行くと、まあ大体半分くらいまでになるんですけど、もともと純正のやつだと結構ここの上の方まで来ちゃうんですね。で、まあ、今回エビさんだけの飼育にするので、そんなに水位をね高く、まあ、なるべくね重さをちょっと下げたいっていうのもあって、水位をちょっと下げるために短いパイプにしておりますという感じですね。で、まあ、この上にもそのまんま、ソイルを敷いていきますので、次そのソイルのね紹介を、まあ、改めてしていきたいと思います。はい、ということでね、今回使うソイルは前に紹介したこのコントロソイルをそのまま使っていきますね。まあ基本的な、まあ一般的なものの一つなんですけれども、まあこれはそうですね、他のソイルに比べてちょっと粒が固めみたいなんですよね。ここのね、この見えてるかな、ここの粒が結構固めみたいなので、まあ、型崩れしにくいっていうところが一つメリットとしてね、挙げられると思います。はい、でね、実際そちらの方を今から敷いていくんですけど、もうこれ一度なんだろうな、セッティングしたら、まあ基本的にはあんまり動かせないというかね、まあリセットするような形っていう形になりやすいので、まあ、基本的に底面フィルターを使用する、まあ、デメリットの一つとしては、まあ掃除がちょっとね、ソイルなんかは特に型崩れしますので、ソイルとかを使う場合はよりね、ちょっとめんどくさいところがあるんですけど、まあ、基本的には、まあ、一度セッティングした底面フィルターはそのままの仕様になっていきたい、なっていくかなと思います。で、あと最初の段階で忘れちゃいけないのが、このね、エアーチューブですね。今回ちょっと中古の元々あったやつを使うんですけど、こちらの方をですね、底面フィルターのここのところにですね、黒いものが見えると思うんですけど、このところに差し込む。こっちに差し込みます。で、こうすることで、これがね、ブランブランして見た目が悪くならないっていう配慮がされてますね。で、ここのエアーチューブから空気が入ってって、ここからポコポコポコっと泡が出てって、水流が下から上に行って、ぐるーっとこう回る感じですね。で、ここまでやったら、セッティング。よいしょ。こんな感じかな。で、まあ僕は今回ですね、なるべくちょっとこう水槽全体に行き渡らせるというか、この前曲がりのね、これをうまく利用するためにちょっと手前側に向けてね、水流を作りたいなと思いますので、ちょっと前の方に向けて、よいしょ、排水口を向けておりますと。はい、でちょっとね、なるべく左奥の方にセッティングしようかな。基本的に事前に水洗いするソイルっていうのはまずないと思うので、今回も説明のところに洗わずそのまま敷いてくださいっていうふうに書かれてるので、ソイルを敷いていきたいと思います。
岩と流木、それを使ってね、レイアウトをしていこうかなと思います。まあ、なので、それの関係もあるので、あんまりこう、厚くね、ソイルを敷く必要は、今回ないかなということで、まあ、3センチ、4センチくらいを目安にちょっと作れればいいかなと思っております。はい、じゃあね、お水の準備ができたんですけど、このまんまお水をこうダバッと入れると、せっかく綺麗にね、ならしたこの砂がバーって舞っちゃいますし、こう泥とか泥というか砂がね、この細かい粒とかそういったものが全部舞っちゃって、すごく汚くなったり、まあレイアウトがね崩れてしまうので、まあここで僕なりの綺麗な水の入れ方っていうのを、まあ僕がいつもやってる方法をね、お伝えをしようかなと思います。で、今回ね、僕結構この100円ショップで売ってるこういうのを使っちゃってるんですけど、全然これ例えば代わりにお皿でもいいですし、透明な、ね、プラスチック板とかそういうのでも、透明じゃなくてもいい、何でもいいんですけど、まあ、平らなね、何かしらを用意していただくといいんじゃないかなと思います。で、こういう風に置いていただいて、で、あとはね、どの家庭でも大体あると思うんですけど、ペットボトルつけて、まあ、今回2リットル1.5リットルくらいのやつのペットボトルをね、半分に切っただけなんですけど、これを使います。で、これをどういう風に使っていくかっていうと、まあ、これもね、何でもいいですけど、こういうね、コップ、紙コップじゃないや、なんだっけ、プラスチックコップでもね、何でもいいですけど、こういったものを入れて、この上に半分に切ったね、もう半分に切ってるんですけど、で、キャップも当然外しておきます。で、この上でここの中にお水を入れていくと、少しずつこう溢れていって、で、そのコップとかね、そういったもの自体にね、水が落ちていくので、それをさらに下の透明なね、このプラスチックの板みたいなもので受け止める。まあ、なんでお皿でもいいですし、変な板でもいいんですけど、まあ、そういったね、平らなものとかで受け入れて、少しずつ水槽内に行くっていう形でやると、非常にね、お水が汚れずに済むっていうところでおすすめをしております。じゃあね、早速実際にやってみせたいと思います。はい、じゃあとりあえずね、今回入れる最後のお水ですね。で、まあ、今回はですね、ここの、水量の関係もあって、これ浮かなかったんですけど、まあ、本来だったらこれが浮いてくる感じですね。まあ、そしたらもう普通にゆっくりこう、なんだろうな、注ぐようなイメージで、まあ、例えばこういったもので入れてたとしたら、こういう風に水面にこうゆっくり入れていく感じのイメージでやれば、汚れが舞うことはないかなと思います。僕がね、愛用してるエアポンプがあるので紹介をしておこうかなと。こちらですね、これがアデックスっていうね、ものなんですけれども、これちょっと高いんですよ。だいたいこの有限会社アデックスっていうところが出してるエアポンプなんですけど、お値段としては結構2,000〜3,000円以上する、まあエアポンプとしてはちょっと高めなんですけれども、まあ、ただね、それに見合っただけのパワーとか、まあ、これなんかだったらここでパワー調節もできますし、非常に、故障もね、少ないっていうところもあって、僕個人としてはおすすめです。じゃあね、早速今これセッティングしていくんでお待ちください。
はい、じゃあね、エアポンプの方につないで、あと電源入れればね、動くはずなので、早速ね、電源を入れていきたいと思います。じゃあ行きます。スイッチ、オン。はい。うん。黒い、黒い、めっちゃ黒い。あ、すごい、黒い。なんか汚れた川のドブのなんかこう、底を巻き上げてるみたいな、ポンプで吸い上げてるみたいなね。巻き上がってくるものが黒い。はい、迷ったんですけれども、全開にすることにしました。まあね、とりあえず最初はしっかりとお水を全体的にね、回していきたいっていうところがちょっとありますので、ちょっとこの後お水は追加していこうかなと思うんですけど、とりあえずね、ここにこのままにしていきたいと思います。大丈夫、後で直してあげるから。ストライクショット。はい、あれからですね、だいたい10時間くらいですかね、経ったですけれども、まあ、非常に、ちょっと透明感がね、出てるんですけど、ここ、気泡がいっぱいついちゃってて、なかなか見分かりづらいと思うんですけど、かなり綺麗に、もう透明感はかなり抜群になっております。で、実際にね、ブラックっていうことなんですけど、どちらかっていうと茶色っぽい感じのソイルの色でしたね、実際に見てみると。はい、これね、今、真横からお見せしているんですけれども、まぁ、ちょっと向こうのライトね、眩しくて申し訳ないんですけれども、まあ、こんな感じでね、向こうの景色がもう完全にクリアに見えるくらいまで、水はね、完全に透き通っております。でも、2時間くらいからもうだいぶ透明度が上がってきて、3時間経つ頃にはね、こんな感じになっておりました。で、ああいう感じでね、ポコ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 ーって上の方に行ってお水が流れると。で、ここのね、ソイル全体が、ろ過装置、ろ過剤のね、役目をそのまま果たしてるので、この水槽でね、ちょっとエビの飼育をやっていきたいなと思っております。はい、ではね、早速ね、レイアウトをしていきたいと思います。でね、今回はあんまりこう、水槽の水位を上げれないので、まあ、今回使う流木もね、こんな感じの、ちょっとこう、なんだろうな。ここだけ少しね、空洞があるんですけれども、こういう感じですね。これを使って、まず一つベースをね、作っていきたいと思います。で、こんな感じで、ちょっとここの排水のね、前に置いて、水流を当てて、まあ、ちょっとこう、全体的にね、気泡がボコ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 飛ぶのを防ごうかなと思っております。で、もう一つはね、これ。どうです?この流木。結構良くないですか?ここがっつり開いてるんですよね。なんかの門みたいなね、感じになってるので、これをね、逆に今度は反対側にね、設置していこうかなと思います。で、軽く埋める。よし。どうでしょう。で、ただね、この間何もないとつまらないなと思ったので、こういうね、ちょっと岩を用意してみました。ああ、やっぱりあれですね。ちょっとこう少しやるだけで完全に汚れがまだ落ちきってなかった分が、浸透しきってない分があれですね。で、ちっちゃい岩をね、4つほど用意してます。2つ目これです。3つ目これですね。これはちょっとこっち側に、入れようかな。で、最後もこんなちっちゃいやつですね。で、これ全部当然アク抜きと同時に殺菌、熱湯殺菌を熱湯でね、消毒をしております。はい。で、一応ね、まあ間の方がかっこ悪いので、ここの、ね、中心のところに岩を少し置いて、まあ、ちょっとここも一つねアクセントで置いております。で、まあ右と左でそれぞれね、一個ずつ流木を置いて、まあ、ちょっとこう演出というかね、まあ、なんだろう、個人的な簡単なレイアウトなんですけれども、で、ここの前の方に関しては、基本的にはご飯をね、ここに落としてあげたりとか、あとはエビさんがね、前に出てきてこう掃除してくれたら、まあそんなに汚れないかなっていうのと、まあ観察がね、しやすいようにっていう、まあ観察遊泳スペースとして、前のところは開けてあります。
まあここの水槽はエビ以外ね、まあ本当にエビに対してエビの稚魚に対しても無害っていうようなね、お魚がいた場合はちょっと考えるかもしれないんですけど、まあ今の段階ではチエビとかエビしか入れるつもりが全くありませんので、まあこんな感じでね大丈夫、そのうち慣れてきたらね前の方も出てきてくれるかなっていうことで、やっております。でまあ動画外でねちょっと水槽の水をちょっと足して、あとはね添加剤バクテリアをちょっとプラスで入れるのと、まあミネラルのね補給剤をちょっと入れとくっていうのは動画外でやっていこうかなと思うんですけど、まあ、それが終わったらですね今度はチエビの方をね隔離ケースからこちらに移そうかなと思います。ちょっとそれを動画にするかはちょっとわからないんですが、まあ動画にね、するかもしれないし、しないかもしれないです。まあ見たいって方がいたら、ぜひコメントください。動画にします。はい。ということでね、こんな感じで動画の方は、ちょっとチエビ水槽のね、完成っていうのは、ちょっとかなり中途半端なところにはなるんですけれども、一応こういう形に、作成をしました。でね、ちょっとまずに、次、動画にするかどうかって言ったらちょっと未定なんですけど、先ほどお話ししたようにもし何か見たいなってことがあればコメントください。はい、とりあえずね、チエビ水槽はこれで終わりにしたいと思います。まあどのみちねちょっとこの前曲がりになってるこの前曲がり水槽って結構面白いなって個人的に思うので、まあエビとか入れた後にね何かしらご飯あげる動画か何かでお見せしたいなとは思っております。どんな風にねちょっと見えるかっていうのは僕もすごい楽しみにしているので、まあ、そこら辺はぜひ皆さんも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、じゃあねここで終わりにしたいと思います。長い間ご視聴いただいた方本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。